メトコビチメトコビチメトコビチは、クロアチア南部、ドゥブロブニクネレトバ郡の町、及び、それを中心とした基礎自治体である。町は、ネレトバ側の岸に広がり、クロアチアの南端に近く、また、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境にも接している。この町について記録されている最古の文献は、1422年の、ものであり、小さな農村として記録されている。 19世紀までは小さな農村であったが、その後オーストリア帝国によって開発が進められた。町には郵便局や学校ができ、隣接するボスニア・ヘルツェゴビナとの交易が盛んになり、町は繁栄した。1875年には皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が町を訪れている。町の象徴的建築物の一つが、精鋭エリア制度である。 メトコビチの近くには古代ローマの集落跡、ナローナがあり、現在はビドと呼ばれる集落となっている。ナローナは、ローマ人がイリュリア人の部族、ダオルスとの戦いに勝利した後、交易拠点として築かれ、その後紀元後3世紀まで発展を続けた。その後は4世紀の地震などの影響により、急速な衰えを見せる。6世紀頃に、スラブ人が到来すると、は、 無人となり、ネイレトワ側の土砂のもとに渦も入れてしまった。これまでの発掘調査は小規模に止まっており、遺構の多くはビドの近くから見つかっている。ありがとうございます。